群衆の人。エドガー・アランポー。あるドイツの書物について、それは、それ自身の読まれることを許さぬ。と言ったのは、もともである。それ自身の語られることを許さぬ秘密というものがある。人々は夜ごとに、その寝床の中で残悔長門僧の手を握りしめ、 悲しげにそのマナコを眺めながら死ぬ。漏らされようとはしない秘密の恐ろしさのために、心は絶望に満たされ、喉を引きつらせながら死ぬ。ああ、折々人の両親は重い恐怖のを負わされ、それはただ墓穴の中へ投げ下ろすより他にどうにもできないのだ。こうして、あらゆる罪悪の精髄は、 現れずに済むのである。あまり以前のことではない。ある秋の日の黄昏近くの頃、私はロンドンの D、コーヒーハウスの大きな弓形張り出し窓のところに腰を下ろしていた。それまで数ヶ月の間、私は健康を害していたのだが、その時はもう回復期に向かっていた。そして、 体の力が戻ってきて、アンニュイとはまるで正反対のあの幸福な気分。心の視力を覆っていた霞が取れ、視力は電気をかけられたように、あたかもかのライプニッツの率直にして明快な理論が、ゴージアスの競技にして白弱な修辞学を凌駕するごとく、遥かにその日常の状態を凌駕する。といったような、最も鋭敏な私欲に満ちた気分。 になっっているのであった。「単に呼吸することだけでも強楽であったそして私は普通なら当然苦痛のもとになりそうな多くのことからでさえ積極的な快感を得たあらゆるものに穏やかなしかし好奇心に満ちた興味を感じたシガーを口にし新聞紙を膝に載せながら あるいは広告を見つめたり、時には部屋の中の雑然たる人々を観察したり、あるいはまた煙で曇った窓ガラスを通して街路を打ち眺めたりして、私はその午後の大部分を楽しんでいたのであった。この街は市の主要な大通りの一つで、一日中非常に雑踏してはいた。しかし、辺りが暗くなるにつれて、 群衆は刻一刻と増してきて、街灯がすっかり灯る頃には、二つの混み合った途切れることのない人間の潮流が、戸の外をしきりに流れていた。夕国のこういう特別な時刻に、これに似たような場所にいたことがそれまでに一度もなかったので、この人間の頭の騒然たる海は、私の心を愉快な、新規な蝶々で満たしたのであった。 ついには店のうちのことに注意することはすっかりやめて郊外の光景を眺めるのに夢中になってしまった初めのうちは私の観察は抽象的な外活的な方向をとっていた通行人を集団として眺め彼らをその集合的関係で考えるだけであったしかしやがてだんだん詳細な点に入ってゆき 姿、服装、態度、歩きぶり、顔つき、要望の表情などの無数の変化を、精密な環境をもって注視するようになった。通り過ぎていく人々の大部分は、満足した事務的な風采をしていて、ただ人混みを押し分けて進んでいくことだけしか考えていないように見える。彼らは眉を潜め、目をくるくると回す。 そばを通る人にぶつかられても少しもイライラしたような様子を見せず、ただ身なりを直して急いで歩いてゆくのだ。他の連中はこれもなかなかたくさんいるが動作がせかせかしていて、顔をほてらせ周囲の人がひどく混んでいるのでそのために孤独を感じているかのように、一人ごとを言い一人で身振りをする。 自分の道を邪魔されると、この連中は急につぶやくのをやめて、その代わりに身振りの方をいよいよ盛んにし、そして唇にはぼんやりしたような大げさな微笑を浮かべながら、邪魔をしている人間が通り過ぎるのを待っている。突き当たられると、その突き当たった者にむやみにお辞儀をし、いかにも当惑しきったような顔をする。 この二つの大きな階級については今まで記したこと以上に特にはっきりしたところは何もない。彼らの服装はまさに丹精と名付けられるべきものに属している。彼らは疑いもなく貴族、大商人、弁護士、小売商人、株式仲買人、ユパトリットや社会の俗人、肝心や自分自身の仕事に忙しく携わり、 事故の責任のもとに業務を行う連中である。彼らは対して私の注意を引き起こさなかった。商店や会社の事務員といった連中は一目瞭然たるものであった。そしてそれに私は二つの著しい区別を見分けた。いかがわしい商店などの若い事務員。 きちんとあった上着をつけ、磨き上げた長靴を発揮。髪を油でテカテカ光らせ、欧兵な唇をした若い紳士たちがいる。なんとなく動作の端っこいこと。それを他にもっと良い言葉がないので、ジム机風と名付けてもいいが、それを除いては、これらの人々の身だしなみは、およそ十二ヶ月ないし、 18ヶ月前にはこの上なく凡凡であったものの正確な模写であるように私には思われた彼らは上流階級の打ち捨てた流行を身につけていたそしてこれがこの階級の最上の定義を含んでいるのだと私は信ずる信用ある召喚の上の方の事務員 すなわち、よなれたしっかり者といった方も、間違うはずはなかった。楽に座れるように仕立てた、黒、または茶色の上着とズボン、白のクラバットと直キ、広い丈夫そうに見える靴、厚い靴下とゲートレなどで、それとわかるのだ。彼らはみんな頭が少しばかりはげていて、右の耳は、 永年ペンを挟むのに使ったので頭から離れて突き出ているという奇妙な癖がついている。彼らがいつも両手で帽子を脱いだりかぶったりすること、がっしりした古風な型の短い金鎖のついた懐中時計を持っていること、なども私は見て取った。彼らの気取りといえば対面を損じないということであった。 もしそういう立派な気取りというものが実際あるならだ威勢の良い面構えをした人間もたくさんいたがこれはあらゆる大都会に横行しているあの洒落たスリのやからに属する連中だということが私にはたやすくわかった私はこれらの手合いをよく詮索するように気をつけてみたそして一体どうして紳士たちが こいつらを本物の紳士と間違えるのか想像しかねた。袖口がひどく膨れていることや、嫌に何の服装もなさそうな様子をしていることで、すぐ怪しいと気づかれるはずなのだ。賭博者どもも少なからず見つけたが、これはもっとたやすく見分けがつく。彼らはビロードの直機に、代わり模様のネッカチーフ、メッキの鎖に、 金銀千在区のボタン。という、まさにイカサマペテン氏の服装から、権技のかかりやすくないこと、これに及ぶものなしという、物語飾らない牧師の服装に至るまで、あらゆる種類の服装を身につけていた。それでもこの連中はみんな、叫びたりのために黒ずんだ顔色、ぼんやりした朦朧たるマナコ、 固く結んだ青い唇などで区別がつくのだ。その上、私がいつでも彼らを看破することのできる特性は他にもう二つある。話をする声の調子の用心深く低いことと、親指を他の指と直角をなす方向に普通以上に広げることだ。こういうイカサマシどもと一緒に、 習慣は幾分意にしているが、やはり一つ穴の無事なといったような死の連中を私はしばしば認めた。これは詳細を聞かしてごまかして暮らしを立てる方々と定義してもよからおう。彼らは二つの隊に分かれて公衆を餌食にしているように思われる。すなわちダンディの隊と 軍人のタイトだ。前者ではその主な特徴は長い剣網と微笑とであり、後者では肋骨ボタンをつけた上着としかめっ面とである。上品と名付けられているものの階段を下って、私はもっと暗く、もっと深い考察の題目を見出した。顔の他のところは、 みんなただ卑劣な謙遜の表情だけを表しているのに、目ばかりが鷹のように光っているユダヤ人の行商人たち。ただ絶望のために、やむなく夜の闇の中に恵みをうている、まだたちのいい物もらいに、苦い顔を見せる体格のがっしりした、職業的な小敷ども。確かに、もう死神の手の中にありながら、 それでも何か思いがけない慰め何かの失った望みを探し求めでもするかのように一人一人の顔を愛願するように眺めながら群衆の中をとぼとぼとよろみき歩いていく弱々しい青ざめた病人たち長時間の遅くまでの労働から何の喜びもない家庭へと帰っていく内気な若い娘たち 彼女たちは、ゴロツキどものをじろりと見る目に行き通って見返すよりも、涙ぐんで身を縮め、そいつらに直に触れられてさえ避けることができないのだ。また、あらゆる種類、あらゆる年齢の地獄。表面はパロス島の大理石で、内部は汚物で満たされているかの、リューシアンの彫像を思わせるような、女盛りの正真正銘の美人。 ボロを着た胸の悪くなるようなもう全くダメな雷病闇。若返ろうとする最後の努力をして宝石をつけ紙粉をゴテゴテと塗り立てているシワのよったのまだ格好も十分ついていないほんの子供のくせに長い間の付き合いでその道の恐るべきコケットリーもすっかり上手になっていて。 悪行では姉さんたちと肩を並べようという激しい野心に燃えているのなど。また、数え切れぬほどいる、何とも言えない酔っ払いども。ボロッキレを着て、顔に打ち傷をつけ、どんよりしたまなこをして、ろれつの回らぬ舌で喋りながらよろめいていくもの汚れてはいるが破れておらぬ着物を着て、肉欲的な厚い唇。 丈夫そうな赤らんだ顔をして少しふらつきながらも肩で風を切ってゆく者たちかつて以前は上等の地であったもので今もなお念入りに十分ブラッシをかけた着物を着ている連中不自然なくらいしっかりした軽快な足取りで歩いているがその顔色はすごいまでに青ざめ目は恐ろしく血走って赤く 群衆の中を大股に歩きながら手に当たる者は何でもみんな震える指でつかみかかる者ども。以上のような連中のほかに、パイ売リ、ニカツギ、石炭運搬妊婦、煙突掃除人。それからオルガン弾き、猿回しに歌う者と呼び売りする者とが組になっている小歌の読売人。ボロを着た職人たちや、 あらゆる種類の疲れ切った労働者たち。そして全てが騒々しく乱雑に躍動していて、それが耳にやかましい音を立て、マナコにうずくような感覚を与えるのだった。夜が深くなるにつれて、私にはこのシーンの興味もますます深くなってきた。というのは、群衆の一般的性質が著しく変わってきた。 穏やかな方の人々が次第に引き上げてゆくとともにおとなしい趣がなくなり夜明けがあらゆる種類の周囲をその洞穴から押し出すにつれてそやな方の趣が前より一層無遠慮にはっきりと浮き上がってきたのだためばかりではなく最初かげってゆく日陰と争うている時には弱々しかったガストの光線が 今やついに優勢となって、あらゆるものの上に、三然たる、ちらちらする光を投げかけたからである。すべては黒く、しかし、散乱としていた。ちょうど、タータリアンの文体が例えられている、あの黒炭のように。その光の強烈な効果は、私をして嫌をなしに、 一人一人の要望の吟味をさせた。そして、窓の前を過ぎ去る光の世界が迅速なために、個々の顔に一別以上を投ずることはできなかったが、それでも、その時の私の特殊な心の状態では、その一別の短い間にさえ、しばしば長い年月の物語を読み取ることができるように思われるのであった。額をガラスにくっつけて、 こうして一心に群衆を詳しく見ているうちに突然、一つの顔。六十五か七十歳くらいのよぼよぼの老人の顔が現れてきたが、その顔は表情が全く得意なものであったので、たちまちに私の注意をことごとく引きつけ吸い込んでしまったのだ。その表情にかすかにでも似たようなものはそれまでに、 私は一度も見たことがなかった。それを見たとき最初に考えたことが、もしレッチがこれを見ていたなら、自分の書いた悪魔の化身よりもずっとこの方を好んだろう。ということであったことを私はよく覚えている。最初の中止の短い一瞬間に、その表情の伝える意味を分析しようと努めたとき、 私の心の中には、用人の隣職の、貪欲の、冷淡の悪意の残忍の勝利の歓喜の、極端な恐怖の強烈な、無常の絶望の、広大な精神力の諸観念が、雑然と、かつ逆説的に湧き上がったのである。私は奇妙に目が覚め、愕然とし、 見せられたようになったのを感じた。どんな機械な経歴が、あの胸の内に書いてあるだろう。と思わず、私は一人言を言った。それからその男を見失わないようにしよう。その男のことをもっと知りたいという、激しい欲望が起こった。大急ぎでオーバーコートを着、帽子とステッキ等を掴むと、 私は街路へ飛び出して、その男の行くのを見た方向へと、群衆を押し分けた。というのは、その時彼はもう見えなくなっていたからだ。多少骨を折ってようやく、私はその姿の見えるところまで来て、その男に近づいて行き、そしてぴったりと、しかし彼の注意を引かないように用心しながら、その後をつけて行った。私は今や、 その男の風采を十分吟味する機会を得た。彼は背が低く、鼻だ痩せていて、見たところ非常に弱々しそうであった。着物は大体いい汚くてボロボロであった。が、折々彼が強くギラギラする塔下の当たっているところへ来るとき、私はそのリンネルの衣服が汚れてはいるが、 美しい地のものであることを見てとった。そしてもし、私の目の誤りでなければ、彼のまとうている、きっちりとボタンをかけた、明らかに古物らしいロックロールの裂け目から、一個のダイヤモンドと、一振りの単刀とをちらりと見かけたのだ。こういうことを目に留めたので、私の好奇心はますます高まり、 この見知らぬ男がどこへ行こうと、その後をつけようと決心した。もうその時はすっかり夜になっていて、濃いじっとりした霧がこの都会の上にかかっていたが、それがやがて本降りの大雨となった。この天候の変化は群衆に奇妙な影響を与え、群衆全体はたちまち新しい動揺を起こして、 無数の雨傘に覆われてしまった。波立つようなざわめき、押し合いへし合い、がやがや言うやくましい音は、十倍も激しくなった。私自身はといえば、大してこの雨を気にかけなかった。体の中には、まだ以前の熱が潜んでいて、それが湿りを、多少危険すぎるくらいに心地よいものにしたのだ。 口の周りにハンケチをくくりつけて、私は歩み続けた。半時間ばかりの間、老人はこの大通りをかろうじて押し分けて進んでいった。そして私は彼を見失いはしまいかと恐れて、ここではぴったり彼にくっつくくらいにして歩いていた。一度も頭を振り向けて後ろを見なかったので、 彼は私に気づかなかなった。やがて彼はある横通りへ入っていったがそこはやはり人でいっぱいであるが今まで通ってきた本通りほどひどく混み合ってはいなかったここへ来ると彼の様子は明らかに変化した彼は今までよりもゆっくりとまた目当てもなさそうにもっとためらいがちに歩いていった 見たところ、何の目的もなさそうに、幾度も幾度も道を横切った。そして雑踏は、やはりなかなかひどいので、そういう時には必ず私は彼にぴったりと、ついていかねばならなかった。その街は狭くて長い通りで、それを歩くのに彼はほとんど一時間近くかかったが、その間に、通行人は次第に減って、 通常公園の近くのブロードウェイで昼頃歩いている人の数ほどになった。ロンドンの人口とアメリカの最も繁華な都会の人口とにはそれほど大きな相違があるのだ。もう一度道を曲がると私たちは高校と明かりがついていて活気の溢れているある辻広場へ出た。すると見知らぬ男の 元の態度が再び現れた。顎は胸のところへ落ち、目はそのしかめた眉の下から、彼を取り巻いた人々に向かって、あらゆる方向に激しくぐるぐる回った。彼は絶えず根気よく道を急いだ。しかし、その辻広場を一回りすると、ぐるりと回って元来た道へ引き返すのを見て私は驚いた。 もっとびっくりしたことには彼はその同じ歩みを数回も繰り返すのだったそのうち一度は突然ぐるりと回った時にもう少しで私を見つけるところだったこうして歩くのにまた1時間を費やしたがその終わりには最初とは通行人に道を妨げられることがはるかに少なくなった。 雨はおやみなく降っていた。空気はひびえしてきた。そして人々は家路へと帰ってゆくのであった。イライラした身振りをして、このさすらい人は割合人気の少ない裏通りへ入っていった。四分の一マイルほどあるこの通りを、彼はそんなに年をとった人間には全く思いもよらない敏少さで駆け下り、 追っかけるのに私は非常に難儀をしたほどであった。数分の後、私たちはある大きい賑やかな観光場へやってきたが、この場所はその男のよく知っているところらしく、ここでは大勢の買い手や売り手の間を何の目的もなくあちこちと押し分けて歩いている時に、再び彼の元の態度が現れたのであった。 この場所で過ごしたかれこれ1時間半ばかりの間彼に気づかれないようにしてその近くにいるのは私の方で随分用心を要することであった幸いに私は男性ゴムのオーバーシューズを履いていたので少しも音を立てないで歩き回ることができた一度も彼は私が見張っているのに気がつかなかった 彼は店から店へと入り、別に値段を聞くでもなく、一言も口を聞くでもなく、びっくりしたようなポカンとした目つきであらゆる品物を眺めているのだ。私はもう彼の振る舞いにすっかり驚いて、この男についていくらか納得できるまでは決して離れないでおこうと固く決心した。 高くなる時計が11時を打ち、そこにいる人々はぞろぞろと観光場から出ていった。ある店の主人が鎧戸を閉めるときに老人に突き当たったが、その瞬間、強い旋律が彼の体中を走るのを私は見た。彼は急いで町へ出て、ちょっとの間不安げに自分の周りを見回し、それから信じられぬような速さで、 曲がりくねった人通りのない道をいくつも走り抜けて、もう一度私たちは出発点のあの大通り、あの D、ホテルの街に現れた。しかしその街はもう前と同じ光景ではなかった。そこはやはりガス灯で高々と輝いていた。が、雨は土砂降りに降り、 人影はほとんど見えなかった。見知らぬ男は青くなった。彼はむっつりして、さっきは賑やかだったその大通りを数歩足を運んだが、それから深い探索を漏らしながら、川の方向へと足を向け、種々様々なうねりくねった道を、まっしぐらに進んで、ついに、ある大劇場の見えるところへ出てきた。 ちょうど芝居の跳ねた時で、観客は出口からどっとなだれて出てくるところであった。私は老人がその群衆の中に身を投じている間、息をしようとするかのように会えぐのを見た。が、彼の要望に現れていた強い苦悶はいくらか薄らいでいるように思った。彼の頭は、また胸のところへ落ちた。 私が初めに見た時のような様子になった今度は彼が観客の大部分の者の,の行く方へ行くのを私は見て取ったが、要するに彼の行動の村木はどうも私には理解しかねるのであった彼が進んで行くにつれてその人々もだんだん散り散りになり彼の元の不安と潤潤とがまた戻ってきた しばらくの間、彼は十人か十二人ばかりの飲んだくれの一行にぴったりくっついていった。がこの人数も一人減り二人減りして、最後にほとんど人通りのない狭い陰気な工事に、たった三人だけが残った。見知らぬ男は立ち止まり、ちょっとの間深く思案にふけっているようであった。それから、 非常に興奮したような様子をして一つの道をずんずん辿っていったが、その道はこれまで歩き回ってきたところとは全く違った地域の死の外れへと私たちを連れて行った。それはロンドン中でも最も気味の悪い区域で、そこではあらゆるものが最も悲惨な貧窮の、また最も恐ろしい犯罪の、 最悪の刻印をされていた。思いがけない街灯の薄暗い光で、高い古びた虫の食った木造の長屋が、その間の道の見分けがたいくらい思い思いのいろいろな方向へ、倒れそうにぐらついているのが見えた。敷石は、生い茂った草のためにその銅像から押しのけられて、でたらめにゴロゴロしていた。 恐るべき汚物が、詰まった溝の中で周期ふんふんとして腐っていた。大気全体が後輩の気に満ち満ちていた。それでも私たちが住むにつれ、人の世の音が次第にはっきりと蘇ってきて、ついには、ロンドンの住民の中でも最も無来な連中が、大勢あちこちとよろめき歩いているのが見えるようになった。 老人の元気は消えかかろうとする灯火のように再びゆらゆらと燃え上がった。もう一度彼は活発な歩きぶりで大股に進んでいった。突然街の角を曲がるとカクカクたる光がパッと目にさし私たちはあの大きな馬製の宝章の殿堂。悪魔人種の宮殿。 の一つののつ前に立っっているのであったその時はもう暁に近かったがまだ幾人かの浅ましい泥酔感がそのけばけばしい入り口を押し合いながら出たり入ったりしていた中は叫ぶような喜びの声を上げて老人はその中へ押し入りたちまち以前の態度に返って。 何も明らかな目当てもなく、人混みの中をあちらこちらと歩き回った。しかし、長くこうしていないうちに、特地の方へどっと人が押し寄せていくので、そこの主人が夜の戸締まりをしているのだということがわかった。その時。 私がそれまでそんなに辛抱強く見張ってきたその機械な人物の要望に認めたものは絶望などというものよりももっと強烈な何かであった。それでも彼は歩き回ることをやめずに狂気じみた元気で直ちに歩を返して大ロンドンの中心へと向かった。長い間彼は早く走っていった。 一方私は全く驚き果てながらも今や心をすっかり奪われてしまうほどの興味を感じているこの選索をやめまいと固く決心しながらその後を追うていくのだった私たちが進んでいくうちに太陽は昇ったそしてもう一度この繁華な町のあの最も雑踏する商業中心地 D 館のある町へやってきた時には その町は前の晩に見たのとほとんど劣らないくらいの混雑と活動との光景を呈していた。そしてここでも長い間、刻一刻と増してくる雑踏の中に、私はなおもその見知らぬ男の追跡を続けた。しかし、相変わらず彼はあっちこっちと歩き、 終日、その剣豪の巷から外へ出なかった。こうして、二日目の黄昏の影が迫ってきた頃、私は死にそうなほど疲れ果ててしまい、この放浪者の真正面に立ち止まってじっとその顔を眺めた。彼は私を気にも留めずに、その重々しい歩みを続けた。 そこで私は後をつけるのをやめて、じっと黙想にふけった。この老人は、と私はついに言った。凶悪な犯罪の象徴であり、ゴンゲであるのだ。彼は一人でいることができない。彼は、群衆の人なのだ。後をつけていっても無駄なことだろう。 これ以上私は彼についても、彼の行為についても知ることはあるまいから。この世の最悪の心は、魂の荘園などよりも、もっと気味の悪い書物だ。そして、それはそれ自身を読ましめぬ。というのは、おそらく、神の大きなお慈悲の一つなのであろう。